これができない、本当に。はい、3からが勝負になると。これは研究の内容とはあんまり変わらないようなものが出てくるよって言われるので。おはよう、始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、TEEPの面接試験の対策についてちょっと話していこうかなと思いますね。まあ、TEEPって試験はまだまだマイナーかもしれませんが、まあ、4技能試験でね、上智だったりですね、使える大学もありますので、ぜひですね、利用してですね、TEEP利用型の入試っていうのを使ってですね、いただければいいんじゃないかなと思いますね。ただし、上智受ける人はね、TEEP型と一般入試型、両方申し込んでおくことをお勧めしますね。TEEP型でやっちゃうと、ある程度できる人はみんな揃っちゃって、で結局社会科目勝負とかになっちゃうので、結局英語がねできる人がダメだったとかっていう事件がですねあったので、そうですね、英語免除になってもう頭打ちでもう社会勝負とかになっちゃって、英語が得意だったけど、ダメだった、ね、逆に一般入試受けたら英語が得意だから、こうすごい差をつけてですね合格できたとかっていう時もありますので、なので一応両方申し込んでいくってことを忘れないでください。で、今回はですね、まずは面接のやり方っていうのを、ちょこっと話していこうかなと思いますね。英検と違ったりもするので。まあね、最初に気にしなくていいですから、はい、別に、そこで、ものすごく重要とかっていうのは関係ないですから、やっぱりテストが始まってから、これは英検と同じですね、本気を出して頑張っていくっていうのを忘れないでください。で、まず、パート1ですね。パート1っていうのは、まあ、身近なことについて聞かれるっていうやつです。で、このパートですね、非常に簡単なことが聞かれるだけですので、なんかそんなにね、一生懸命、なんとかやらなきゃとか、ってやる必要はないです。普通に答えればいいです。なんかいっぱい喋って自分の凄さをアピールしなきゃとかって思う人いるんですけど、いや、このパートっていうのはそんなにすごい力があるかどうかっていうのを試してるパートではないの で、あなたが全然できない A1 レベルとかね、 A2 レベルとかなのかっていう、そういうのをチェックしてるわけなんで、セファールってやつですね、それの下のレベルを超えられるかどうかっていうのをチェックしてるパートです。で、気をつけなきゃいけないのは、まず1問目ですね。まあサンプル問題を見ても分かると思うんですが、1問目っていうのは現在形で聞かれますね。それに対して2問目っていうのは過去のことが聞かれます。つまり1問目は現在形で答えていいんですけど、2問目はちゃんと過去形で過去のことが話せるかっていうのを聞いています。ってことは分かりますね。現在過去とくればそうです。3つ目っていうのは未来形ですね。将来、こういうことをしたいとか、こういうものができるようになりたいとかですね、いろんな希望っていうのがよく出てきたりとか、将来何するつもりですかとかですね、 I'd like to, I want to とかですね、そういったものが、よく出てくるパートです。で、なのでこういったふうに現在のことについて話せるか、過去のことについて話せるか、そして未来のことについて話せるかっていうのをテストしているパートです。そして次がパート2ですね。パート2っていうのは他の試験と比べて非常に珍しいところですね。面接官が面接されるパートですよね。このパートっていうのは非常に珍しくて、この受験している人が試験官に質問をするパートですね。で、紙を渡されて、そこに質問しなきゃいけないことが書いてあります。例えばこの The subject he or she teaches っていうふうにあったとしますよね。どのサブジェクト教えていますか、どの授業をやってるかってやつです。だからそれをただ What subject do you teach とかですね、 Which subject do you teach みたいな形で言えばいいだけなんですけど、これができない、本当にめちゃくちゃ苦手ですね。まあ自分のテープ対策授業とかやってんですけど、全然できないですね。そのまま What subject he teaches とかっていう風に、 he teach とかっていう風にそのまま読んじゃうわけなんですよ。それができないわけですね。で、それをちょこっとレベルが高い人はなんかレベルちょっと変えて What does he teach? とかですね、言っちゃったりするんですよ。What subject does he teach? みたいな形で言っちゃったりするわけですね。それ目の前にいるんですよ。目の前にいるのに Do you? とかっていう風に変えられない。ここが重要です。だから He とか She って書いてあるものをきちんと You に変えて、そして疑問文の語順で言うっていうのが大切です。意外とできません。ね、結構英語ができるって人たちが多いんですけど、まあ授業では、結構とかかなり間違えます。で、まあ緊張してるっていうのもあると思うんですけどね、はい、ここを、突破できるように頑張ってください。インタビューするときですけど、相手にね、別に最後にもしあるんだったら他のクエスチョンですもんね、もうしてもいいですってあるんですけど、別にしなくてもいいですよ。構わないです。先に進んで、問題はパート3からなので、全然やらなくてもいいです。まあやってもいいですけどね、しすぎると面接官の方が困りますよですね。どうこうなんですか、どうなんですかみたいなですね。自分自身もそうですよ。めちゃくちゃ突っ込んで試験官にですね、質問しまくって試験官がめっちゃ困ってましたよ。そうなの、おかしくないですか、だって大学の時このメジャーだったのに、なんで、この、職業ついたんですか、全然関係ないじゃないですかとか言って言ったらめちゃめちゃ困ってましたね。はい、
で、この2つ、Part 1、Part 2っていうのは基礎レベルなんですよ。こんな基礎なんですけど、できない人がいっぱいいるわけなんですが、ここではあなたの基礎レベルを見ています。こっからですね、ここを突破して、いよいよ Part 3からが勝負になるんですよ。Part 3からあなたの英語力っていうのを本当にですね、発揮する。ここはもう基礎中の基礎なんです。で、本当に難関大学行きたいとか、で受験で使いたいとかですね、っていう人はこの Part 3、Part 4でいかに力を出せるか、もう Part 1、Part 2なんかリラックスしてはーんっていける状況にしておかないといけないんです。 Part 3はいよいよスピーチですね、なんでここが勝負ですね、でカードに書かれたですね、トピックカードがあって、スピーチをします。でこれもね結構大変だとは思うんですが、練習してください、これですね、時間の感覚をきちんと身につけて、できるようにしておくっていうのが大切だと思いますね、パーツ3からは一気にレベルが上がりますから、英検1級のものでもいいですし、いろんなね、もの他の試験のもので試してもいいですし、まあ、大学受験のね、英作文、自由英作文のトピックとかで、やるのもいいでしょう。で、まあ、英検1級のね、トピックとかっていうのはネット上に出てますから、今までのものを全てまとめたサイトとかっていうのもあったりするので、そういったものを使ってですね、トピックの、練習、いろんなものに触れて、それについて答えられる練習をしておいてください。で、ライティングともうほぼ変わんないですから、今は。ライティングと同じように理由を言って具体例を言うとかですね、別の理由を言って具体例を言うとか、そういったものを、きちんと喋れるように練習しておくことです。まあ、ほとんどの人が無言になっちゃうというか、ほとんどの人がアイデアが浮かばない、考えたこともないっていうパートになっちゃうので、ぜひ、頑張ってほしいです。で、その後、まあ、この辺2点ですね、IELTSとね、スピーチした後に、いろんなことについて問われます。Part 4ですね。Part 4はいろんな説問、まあ4つぐらいあるんですけど、バシバシバシッとですね、答えられたら次の説問に進んでくれますから、なんかもう、とかってなっちゃったら、これも時間制限ありますから、試験官ね。なので、ちゃんと答えられなかったらもう途中でおしまいです。はい、全部の説問にたどり着くことなく終わってしまいますが、まあ基本的にはこれも、まあスピーチとあまり変わんないですけど、きちんと理由を言って具体例を挙げるとかっていう練習をしておく必要があります。で、まあどちらに関しても言えるんですけど、とにかくアンテナを広げておくっていうのが大事だと思います。いろんなトピックに触れておく、社会問題について知っておくっていうのが大切です。やっぱり英検1級の面接とあまり変わらないっていう人がいますね。このパート4に関しては、英検1級の内容とあまり変わらないようなものが出てくるよって言われるので、で、そういったものを対策するんだったら、まあだから英検2級、準1級、1級のですね、それぞれの面接だったり、ライティングのトピックですね、こういったもので練習しておくことをお勧めします。まあ似たようなものが出てきます。で、自分自身だからティープ受けて、面接受けた時に知らないトピック1個もなかったですね。全部今までスピーキング試験とか、ライティングの試験で話したり書いたりしたことがあるトピックしか出てこなかったです。でもう試験官が言う、この後続きになんて言うかも分かってましたからね。ああ、はいはいはい。あ、もうどうせこの後こうやってくるだろうな。ほら、やっぱりこの説問だとかっていうのが、もう途中で分かっちゃうぐらい。そうです。だから試験オタクからすると非常に基本的なものというか、よく問われるものが出てくるんだと思ってください。しかしそういうの慣れてない人ね、非常にめんどくさいというか、トピックがやっぱり分かんないって人が多いので、きちんとアンテナを張ってトピックを掴んでおく。そう、だから新聞読んでとかいろいろ言いますけど、まあ別に、いいですよ。NHK のなんか7時のニュースをね、副音声で見ておくとかっていうのも構わないんですけど、一番いいのはやはり今までのこの英検のトピックに触れておくっていうのが重要だと思いますね。なんでぜひですね、過去問ですね。2級、準1級、1級の過去問を手に入れるとか、ネット上にある、トピック集ですね。なんかに触れて、そこで、こういった問題が出てきた時に対処できるようにしておくってことをお勧めします。はい。こんな形でですね。はい。ティープの、対策について話してみました。わかりますね。パート1とパート2はもうさらりと突破できるってことが大事です。こんなの、はいはい、知ってますよ。どうでもいいですね。パート3のいよいよスピーチ、そして、質疑応答に本当の力を注いでください。ね、難関大に行くためには、そこです。パート1、パート2はさっさと突破ですね。パート3、4を答えるために、さまざまなトピックに触れておくですね。スピーチはタイムマネジメントも重要ですから、まあ、普段からストップウォッチとかね、英検もそうなんですよ。英検1級とか準1級もそうですよね。一体どれだけ話していいか分かんないですね。時間とタイムマネジメントが非常に、大事になってきますので、そういったものもやっておくといいと思います。はい、ぜひぜひですね、受験される方は頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 チャンネル登録もよろしくお願いします。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel.
See you next time. Take care.